はい、どうも、セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。では頂上決戦の方やっていきましょうか。選択チャレンジ来てるのでランクバトルをしてます。選択チャレンジ、さあ先制欲しいっすね。やっぱこれリリーさん、先制取りましたね。これはロバート、さあロバヤン UM 取ってマリーかな。 LR は、あーこれね、これ迷うっすね。これは迷う。まあシェンかな。最後微妙やな。今日かな、やっぱり今日にしとこう。攻撃型が多いな。LR は出ず。さあ春英を取られている。春英と LR 前か。うわー出たよオメガアッシュ。罰ゲーム、これ罰ゲーム頂上決戦。さあオメガアッシュが来て、向こうは、春英と前。どうしようかな。先制は取ってるっすよね。いやーオメガアッシュかよ、どうしようもないかな。やっぱどう考えてもどうしようもない。テリーは出そう。ヤシロ、テリーでシェンかな。いやーまあシュンウェ取られてるんでね、ワンチャン。ああもう全滅も無理やなこれは。しかも全部スキル出てるんで、いやーこれはもう本当に参った。まあとりあえず暴走入れときましょうか。暴走に入れといて、うん、これでまあフルバースト打ってきても、テリーやられますよね、スペクターエクステンション。さあこれでテリーどころかヤシロは生きた。いやーまあね、これっすよ、この LR の。はいでこれ今シュンウェイフル全回復してるので、言うたらもう8対6で戦わなあかんってことですからね。これ実質8対6、全滅をも狙いたいんですけど、マリコ出そう。マリコ出して、そうですね、マリコでちょっとじわじわ削っていきましょうか。全滅行く狙うにもね、ちょっと火力も心配な感じやね、これは。ひなこを下げたらいいんですけど、下げへんかな。下げましたね。ひなこ使ってくるでしょう、おそらく。花嵐。さあ、マリーは硬いぞ。ただ、このやけどダメージが結構、しんどいですよね。めまいとやけど入ってる。で、シンゴが、怒り下げは出ない。で、アッシュがゲージ溜まりました。さあ、これはこのままいきます。このままいって、シンゴを削りたい。あー、シェンがスキル出ないな。さあ、これは、マリーはやられるかな？スペクター溜まってる！マジか。バーニングシンゴ。さあ、シンゴスキル出てるのかというところ。シンゴスキル出てたらやばいですよね。スキルは？シンゴ出てない。よし。よしよしよし。さすがにこれ一撃じゃ生きる、耐えるでしょう。どっちに来るかな。シェン。ここで仕掛けますかね。シェン、ロバート、オメガ。まあ、全滅無理にしても、シュンウェイは倒せそうなんで、なんとか行くしかないですよね、ここは。こう行きましょうかね。さあ、まずは、まずはやっぱシェンかな。シェンぶつけよう。シェンのこの火力、うわーギリギリ来てやがる。まあこれはオメガですかね。ですね、オメガで、でロバート・アッシュをまあこのシュンウェイにぶつければ、シュンウェイは倒せます。クリティカルでも出てくれたらいいんですけどね。出ないか、クリティカルは出ず。さあアッシュこれで、まあ前は倒せないですよね、さすがに。ロバートから打てば、防御下げあるので、さすがにマイは倒せない。おお惜しかったな、でも。ワンチャン惜しかったね、今の。結構なところまで削りましたよ。まあでも、もしロバートがクリティカル出たらあったかもしれないですね、今のは。さあ、マックス、螺旋。これで、花嵐溜まってるっすよね。花嵐、アッシュ耐えていけ。耐えろ。よし。で、VIP はロバートに、レアミ洞窟。これ、オメガ復活するので、もしくはオメガ生きてほしいねんけどね、ここ。ワンチャン生きるか。いやー、ギリギリ死ぬか、これは。やけどがある。やけどマジか。やけどがきつかった。でこれ、このまま行きましょうかね。オメガやっぱ、縦にして、このまま行きます。で、ここは、アッシュは、
使わなくていいかな。そうですよね。アッシュ温存、こういきましょう。で、ビップは倒れるかな。ビップギリギリ生き残ったっすね。で、ここはオメガはやられますよね。オメガやられ、や逆に言うたらやられて困らないと困る。よし。うわ、マジか、前強すぎやろ。前が強すぎて、今のちょっと、あれやな。ちょっときつかったっすよね。これはね、まあ、ここアッシュでしょ、当然。アッシュは使わなくていいか。今日で怒り下げて、アッシュ温存しましょうか。で、ここは、普通に前を、倒しに行きましょう。こうですね。で、ネームレス、あ、怒り下げたからこっちか。こうですね。で、あと1体かな。あと1体、千鶴。これ、沈黙やめて、本当に。闇洞窟。さあ、沈黙だけはやめてくれ。やめろ。よし。よし、今日ならいいぞ。今日なら全然いいぞ。まあ、ここで今日やられても、これは勝てますよね、さすがにね。こういけば。溜まってるんでね、これ。よし。さすがに勝てると思う。ただ、これね、ネームレスは、やけど吸収あるんですよね。ガードされたらやばいな。ガード入ってる。ほら、ガードされると全然食らわないので、こうなってしまうんですよね。うわ、ゲに復活した。ちょっと待って、これやばいぞ。螺旋でこれ耐えるでしょ。うわ、やばい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 って、マジで。うわ、マジかよ。なんでクリティカル出るかな。これやべ、これ本当にやばい。アッシュもこれ回復ないでしょ。回復はない。あ、回復あった。うわー、マジかよ。これえぐいって、これえぐいわ。これは、まあ、ゲニの復活もなんですけど、ネームレスのやっぱクリティカルとか盾とかね。いやー、これはちょっとね、これはあかんな参りましたね。まあ、ゲイニッツがね、ああやって復活とかがあるんでね、まあ、あのアッシュを前にするべきやったかね。やっぱシェインやったら倒せたかもしれないので、まあ、そこまで想定したら、防げたかもしれないですね、今のは。はい、では頂上決戦、続きやっていきましょう。選択チャレンジやりました。ボタン押しました。選択チャレンジ、先制欲しいですね、やっぱり。選択は、ば読めないバッチムさん、先生取りましたね。ゲイニッツ取りましょう。さあ、先生取ったんで、これはどっちかね。バネッサかな。バネッサ、これマリーかな。いや、やばいね。 UR しか出ない。 UR もゲニしか出ない。これはイップ、これ相当やばいですよ。キャラは相当やばいが、覇王丸とリンか。いや、やばいな。覇王丸とリンね。で、先生取ってるんで、ベニマル、バネッサのネスツ教、いや、ネームレスやね。これで行こうかね。ネスツキャラ3人並べると、バネッサがクリティカル出たら、このウィップもネームレスもクリティカル出せるんで、こう行きましょうかね。さあ、チャン後半出してくる。おし、バネッサスキルいいですね。これならば、クリティカルが続けます。うん。結構軽く出ますよね、こうなると。まあ、覇王丸がちょっと厄介やな。さあ、めまい入らず。ここは旋風烈弾が出なかったらいいんですけど、旋風、よし、出ない。旋風出なかったんで、チャン後半倒しに行きましょうか。チャン倒して、そうですね、これはもう、バネッサに死んでもらいましょう。で、これ、またバネッサスキル出てるので、ここはね、どうしようかな。覇王丸削っとくのもありっすよね。そうしましょう。で、リンを削っておきましょう。覇王丸じゃなくて。リンはやっぱね、必殺耐性入られると厄介なんで、この普通の通常攻撃とかスキルでがっつり削っていきたい。さあ、今リンがゲージ溜まってますね。オロチヤシロ。ルガール。ルガールか。ギガンティックはウィップに。さあ、これでバネッサやられますね。問題はやっぱ旋風烈弾かな。旋風出るかな。ジェノサイドカッタ
さあリンはスキル出ないが旋風は出ていない。よしこれならウィップはチンに飛ぶか、ハイデルンでリン倒せるかな、ワンチャン倒せそうですわね。行ってみましょう。ハイデルンでリンを狙いに行きましょうか。先にハイデルンですね当然。さあこれ必殺耐性なければっていうところ、出ていない。よし倒した。でウィップはおそらくチンに飛ぶので打ちましょうか。で普通にもう螺旋も打ちます。螺旋打って、マリーも打ちます。このルガール倒せば、もう次出てくるキャラで全部なんで倒していきたいですね。やっぱここはよし、ネームレスが強い。あとはもう出てくるキャラで全部でオロチアシロと、最終あれもう一体いないかな。あこれで全部か。ウィップはここ耐えてほしいですけどね、オロチナギ。さあ旋風が出なかったら耐えるけどどうでしょうか。旋風レス弾出ていない。よしいいっすね。ウィップが、ウィップじゃない、覇王丸がすごい旋風に苦しんでますね。さあウィップが受けましたよ2発目で。ここは、スキルが出て天下風神山たまりますね。まあ、マリー硬いんでこのターンは耐えるかな。ここも旋風出なかったらマリーゲージたまるんですけどどうでしょうかね。あさすがに出た。でここはネスツキを出しましょうかね。こういきます。やっぱネスツキを出すとオロチアシロがもう必殺打てなくなるんでね、普通にここは叩いていきましょう。ネームレスがでもやっぱね軽く出しますよね。ネームレスはやっぱり頼れますね頂上決戦。もう一体いましたよね。やっぱジョーか、ジョーが打ってくる。さあ旋風レス弾は出るのかというところ。旋風出てそうやな、これ出てますね。さあこれ必殺は、打てないかな、誰も打てない。ネームレス前にすると旋風出された厄介なんで、どうしようかな。ネスツキを前に、ハイディル前に出しましょう。うわースキル出ない、マジか。このスキル出ないのは痛いな。旋風やめて、旋風やめろ、旋風。よしこれハイディルに溜まりますよゲージ。もしめまいしてもあのゲニがいるので問題ないですね。よしよしよし、そしたらここはハイディルンと、ゲニ使いましょう。こうですね、こっちの方がいいか、こうかな。まずはハイディルンから、もうこれ全部っぱっすね。ハイディルン打ってでも螺旋打っていきます。ゲニももう使った方がいいですねこの場面やと。使ってこのジョーは倒していきたい。先にこっちか、こういけば、うん、この最終倒せますね。まあ、今のは順当に、いけたって感じなんですが、ただネームレスがね結構やっぱり強い。スキルとか必殺で安定した火力取れるので、まあなんかネームレスの回みたいになりましたね。結構地味やったんですけど僕の中ではネームレスのおかげかなっていう感じの、戦いでした。では、今回こんな感じで終わります。ご視聴の方ありがとうございました。